あ、で、そのベガスも注文がベガス。6位の感想は、はい、まずは皆さん投票していただいて皆さんありがとうございます。6位っていうちょっと微妙な悔しい結果だったんでまた収録企画があるときは頑張ります。アピールしてどうですか？いや、もっと5分ニーラメッコしましょう。ダメだ、ダメじゃん。エクセンション男女7人の中では強いですよ、うん、嘘、もう一回やってよ。ニーラメッコ、ダメだ、なんで、なんで、やろ。はい、ニーラメッコしましょう。アップ、プ、もうプになってないじゃん。なんだ、なんだ、ずっと笑い続けていましたよ。強いはず、はず、嘘だよ、はず。まあこれが分かるのは友達しかいないですね。残念です。5位の感想をお願いします。投票してくださった皆さんありがとうございます。選ばれると思ってなかったので選ばれた時はすごい嬉しかったし、こうやっていろんな全部自分で考えることができたから楽しかったです。あー、楽しかったです。はい、ありがとうございました。バイバイ。7位おめでとうございます。 ありがとうございます。鈴木美優です。7位になりました。まあ、7位は嬉しいんですけど、自分の中ではもうちょっと上いけたらなっていう気持ちも強かったんですけど、でもページいただけたので自分なりに精一杯コーデを組んで頑張ろうと思います。投票してくれたみんなありがとう。洋服から見よう。最近そういうマルチボーダーみたいなの流行ってるよ ね。なんかこの間ミューリン連載で私服で使う、うん、私服使うところがあって、うんうん、リンカとこれお揃い買おうとした。どうやって選んでるんだろう。一緒に合わせてよかった。どうやって選んだね。私お母さんいないか分からない。早い早い早い。なんで走ってるの。なんかもう虹が可愛いです。虹が可愛いんだ。デニムは薄めの色の方が好きです、うん、こっちの方でも可愛いですけど、薄めの方が古着っぽい。あから、かわいい、から、かわいい、かわいい。似合う、似合います。普通にかわいい。普通に天国のつなぎ、うん、確かに、あ、本当ですか、うん、合ってる。あ、じゃあこれでなんだろうな、やっぱイヤリングは大ぶりなやつが選びたくなるな。フープイヤリングが好きすぎて自分でも3つとか買っちゃって、うん、へえ、すごい。今何色持ってんの。いや、ピンクと白と濃いピンクです、うん、へえ、ピンク、ピンクも好きなんだ。ピンクも結構好きで、小物で入れるのがすごい好きです、うんうん、なんかスニーカー最近これ厚底のやつが多くないですか、うんうん、すごい可愛い。どっちがいいんだ。こっちが好きです、うんうん。悩むときは広げて決めるんですか。広げて決めます。絶対全体像見たら出るから。袖の部分結構ゆったりめの方が好きなんですよね。うん、やっぱ L の方がいいかな、うんうん、なんでゆったりの方がいいの。なんだろう、ちょっとゆるだる、ゆるくだるい感じがちょっと古着っぽいかな、うんうんうん、畳んでた。キスもある。あ、本当だ。あ、古着っぽいね。古着っぽいですね。可愛い。あ、で、最近ちょっとキス着たいなと思ってて、ハードハード。ちょっとハードなやつにレースチュールとか可愛いなと思って。ああ、確かにね。可愛い。どうしよう。もう本当。本当ライトオンって T シャツ可愛くて迷う。待って、どうしよう。T シャツも本当全部可愛い。どうしよう。リー可愛い。なんかリーってちょっと私の中でちょっと大人な感じします。お、そうなんだ。大人な古着着たいときリーみたいな。あ、違う、あの刺繍みたいな。あ、胸ポケも可愛い。待って、ポッケ可愛い。あ、ポッケ可愛い。え、可愛い。あれだじゃん。